らが織田信長様、この清洲城では数々の有名な戦国武将たちが活躍しておりました。そんな戦国の物語をご紹介いたしましょう。皆の者、共にいざ参らん。あと一歩で天下というところで、かの有名なあの事件が起きるのです。